ご紹介するのは、かずさひろつね。 そういうい人物ですこの人もね平良文っていう人を祖先に持っているので兵士の流れを組む人なんでねもともとは平良博常なんですけども今の房総半島の真ん中辺り昔はね上総の国って言ってたんですけどもこの辺りを祖父の代から上総権之助として支配していたので上総博常とか上総之助博常とかって呼ばれていました、うん、上総之助っていうのは上の国のトップの役職名のことなんですねえでもこの地図で 言うと上が下で、下が上、なんか言い方わかんないけど、反対のような気がするんだけど。あの土地のね、名前ね、下の方にあるのが上,で上の方にあるのが下さっておかしくないって話、うんうん。そうそうそ、それが言いたかった。はい、実はあのこれ間違ってはおりません。<laughs> 昔は都である京から関東に行くときに。三浦半島から船で房総半島にわた。 下から上に道が進んんででいったんですね昔の地名の上とか下っていうのは京の都に近い方が上遠い方が下っていうふうにつけたのでこのルートで行くと下の方が京都に近くて上の方は京都に遠いってことになるので下が上総上が下総っていう名前になったわけなんです。 よろしいでしょうか。わかりました。ルートだったんですね。そうなんです。これ <laughs> ルートの順番で名前がついてるっていうね。でさてその カズサ・ヒロツネなんですが、この人は、源頼朝のパパの、源義朝の老党つまり家来だった人ですね。なのでね、当然、方言の乱でも、平治の乱でも、義友パパサイドで一緒に戦っておりました。平治の乱の時はね、義友パパの息子の一人に、源義平っていう、ね、すごく強い武将がいたんですね。鎌倉悪元太なんて呼ばれてね、むっちゃ強かったんですよね。その、義平の下で、カズサ・ヒロツネも すごく、ね、勇猛な戦いぶりを見せていたもんですから義平十七期の一人って呼ばれるほど強い武将だったんですね。人人人ののののうううちちトップだだっっったたていいいぐら強武将でもあのご存知の通り平治の乱というのは義朝、えー、パ,パパが負けてしまう戦でしたから上総広常はこの時やっぱり負けたんですがなんとか都を脱出しまして本拠地の上総に戻ると 平家に降伏するっていう形でなんとか生き延びるんですね。ただまあ平家に敵対して戦ったやつだっていうことで年貢を余分に取り立てられたりとか余計な労役を言いつけられたりとかいろいろといじめられまして内心では平家に不満を持っていたみたいな。 そうこうするうちに時は流れて平治の乱から20年近く経った自称4年、1180年、源頼朝が伊豆で挙兵したという知らせが入ります。あずの鏡では石橋山の戦いで敗れた頼朝は海を渡って、あ今のね、千葉県の南房総市あたりですね、ここにやってくると再起を図るために、上ず広常のもとに自分を迎えに来い。 という死者。これ、あの、和田義盛。ね、あの、ヒゲズラのね、イノシシム社の、この人を送ったんですね。ドラマでも、ね、俺を侍対象にしてくれって言ってたね、あの人ですね。ちなみにこの人ね、後に本当に侍どころの別途、つまり長官になって、鎌倉殿の13人のメンバーの1人になっている人なので、一応重要人物なの。これは覚えとかないで、メモとか、はい。よろしくお願いします。<laughs> ちなみにね、この時、頼朝は下佐を拠点にしていた千葉つね種にも同じように死者を送っています。こっち 次の使者は安、ね、達守長いつも頼朝のそばでね側近で優しいねおじ様いたと思うんですけど <laughs> この人も13人のメンバーの1人なんですけどもね安達守長が使者として行った千葉恒曽の方は息子を引き連れてすぐに頼朝に味方するために駆けつけてきたんですが上総広恒の方は なかなかやってこなかったんですね使いを出してから15日間も経った9月の19日にようやく2万機の配下を率いてやってくるんですねでもこれに対して頼朝は今頃来るとは何事かなぜこれほど遅れたのだって叱りつけて広常に会おうともしなかったんですね東鏡によるとこの時広常は よりともに味方する気はあんまりなかったらしいんですよ。<laughs> なんだってね、平家全盛の世の中ですからね。うん、それに比べて、よりともはただの流人ですしね。会ってみて、大した器量の持ち主じゃなかったら、その首をスポッとこうね、切っちゃって、土産にして平家軍に走ろうって、そんな感じに思っていたみたいなんですよね。よりともがこの時、おそらく喉から手が出るほど欲しいはずの自分の2万着物の兵、本当は2000ほどだった。 「吾妻、ね、鏡」とか「平家物語」ってこの平数を持っているのでね10分の1ぐらいで考えると大体いいと言われてるんですけどもそれでも2,000って言ったらもう今の頼朝軍からしたら大軍ですから絶対にこう味方に欲しいはずなのに、うん、頼朝は自分の呼びかけに遅れるようなやつの兵はいらっって言ってそういうふうに言ってのけたわけです。 よねじゃあそれで広常さんは怒って帰っちゃったんですかねいえいえ上総広常はなんと激怒して自分と会おうとしない頼朝に「これぞ大将にふさわしい器だ!」って感服してでも頼朝を殺そうなんて考えはすっかり捨てちゃって頼朝に平山にして後々従ったとなっております。うん ななかなかね面白い話なんですけど、うん、ただね実際は広常は義平十七期って呼ばれていたほど源氏のためにね一生懸命戦った武将ですし実はこの頃ね平家ともね絶縁していたんですねだから義朝の忘れが見めの頼朝が挙兵したと聞いてすぐにも駆けつけたかったはずなんですよ。はずなんですが実はねこの上総の土地の相続をめぐってねお父さんが亡くなった後弟たちと揉めに揉めて もうずっとね、内紛状態だったんですよね。で、それで、ね、すぐに兵を出せなかったんじゃないか。 と言われておりますただね、頼朝に使えるようになってからも、率、まあ、いている兵の数っていうのはもう断トツに多いし、それに、俺は義朝様の時代からの労働なんだぜっていう、こう、プライドがね、あったみたいなので、結構傲慢な態度が多かったらしいんですね。例えば、まあ、翌年の、要は元年のことなんですけれども、あの頼朝が三浦一族の宴会に参加しにこう来たんですよね。で、その時、この広常は出迎える役だったんですよね。馬に乗って 出迎えに行ったわけなんですところが周りの人がね「頼朝様が来るんだから馬から降りて平伏して待つべきですよ」って言ったのにそれに対して広常は「自分は義朝様義平様頼朝様三代にわたって仕えてきたが先のお二人にも下馬して平伏なんぞしたことはない」と言って馬に乗ったまま頼朝に軽くえしくしただけで。 済ませちゃったんですね。また、その後の宴会でも、岡崎義寿ねって、あの、例の山木の館の襲撃の時に、こう、真っ先に駆けつけてきて、頼朝に抱きつけられて、あわわってなったじいさんって言わたけど、<laughs> あの岡崎のじい様が、この主演の最中に、頼朝の水管上等の着物ですよね。これを褒美にもらったんです。 で嬉しがってそのもらったスイカを着てどうだいいだろうってこう見せびらかしてたわけなんですよ。そしたら広常が「ジジイにそんな美しい服もったいない!」。 その褒美は俺がもらうべきだとか言い出したんですよね。それに対してね、岡崎の爺様の方も、いや、わしは頼朝様の立ち上げの時から駆けつけておるんじゃ。お前なんかよりずーっと忠義の気持ちが強いんじゃとかって、やり返して、なんかもう喧嘩になっちゃったんですよね。これはね、岡崎の爺様の方が正しいとは思います。何しろ、岡崎の爺様は石橋山の敗戦の時にも、ずーっとこう頼朝を守ってましたし、その時息子まで、 くしてるんですよねだからまあ頼朝から褒美をもらっても全然おかしくないわけなんです。うん、でも広常は自分の方がね配下の数も断然多いし自分の方が上だってまあ常に思っていたらしくてだからまあこんな態度になってしまったみたいなんですね。そんな感じで何かにつけて「俺が俺が」っていう態度だったので頼朝に疎まれたのか10永2年1183年ついに上総広常は頼朝によって 暗殺されてしまいまいす実はね吾妻鏡ってこの寿永2年の記録がないんですよ。なので上総広常が殺された詳しい事情っていうのはわからない。 ただねちょうど同時期にこの京都に生きていたジエンっていうお坊さんが書いた「愚観章」っていう本に上総広常が暗殺された事件についての記述があるんですね。これによると上総広常は頼朝から密かに暗殺せえっていう命令を受けていた梶原景時中村志童さんねこの梶原景時とすごろくをしている最中に首を切られたんだとなる。 スゴロクの最中にどうやって首を切られたのかちょっと謎なんですがなんかよっぽど油断してたんですかね <laughs> これはねあの書いてる字演も本当とは思えないって書いてるぐらいなので <laughs> まあまあ今日の噂レベルだと思っていただいた方がいいかもしれませんけどね <laughs> ただね同じこの武管省にはあの文治6年、1190年に頼朝がこの京にやってくるんですね上落するんですねでその時に後白河法に対して上佐博恒はすごく功績のあるものでしたが私 私が朝廷を敬うことに対して常々頼朝はどうして朝廷にばっかり気を使うのか坂東の我々がやることに朝廷など口出しできませんよなどというので討ち取りましたと言ったって書いてあるんですね。<laughs> つまり頼朝は 京都の朝廷っていうね、とか、それが法王様っていうのを重んじるっていう考え方だったんですが、カズ広ヒは今日は京なんかほっといて、坂東は坂東だけで好きにすればいいんじゃないかっていう考え方だったみたいなんですよね。これはね、あの、カズ広ヒが頼朝の味方になってすぐ、平家と戦った藤川の戦いっていうのがあるんですけど、水鳥バタバタってやつ <laughs> そうそう、水鳥バタバタで平家が負けた戦いです。<laughs> その後ね、頼朝はこう逃げる平家を追って、 一気に強に攻め上ろうとするんですねそれをちょっと待てって止めたのが上沢広恒だったんです上沢広恒は今は兵器を滅ぼすことより坂東の地盤を固めることの方が大事だ っって言って、言頼朝もこの時はその主張に従って兵を返すんですが10英2年の上総広常が殺された年ぐらいになってくるともう関東は平定されていて上総広常のようなそのまま勝手に関東は関東でやっていけばいいじゃないかっていう考え方はこれからは朝廷とも協調していこうと考えていた頼朝にとってこう相入れないものになっていたのかもしれません。 本当のところは謎のままなのでこれがねドラマでどんな風に書かれるのか楽しみな点ではあります。後にね頼朝っていうのは上総広常が奉納した鎧のところにねある文を見てあっ謀反の気持ちなんか全然なかったんだだからあの弘常を許すとかっていう風に言ったとなってるんですけどこれも怪しい。なんかこう自分で殺しといて後でなんかこう言い訳みたいに言ってるようにも 感じなくもない <laughs> ということで、ね、本当にあの謎なのでドラマではどう描くんだろうっていうのはね、とっても楽しみなところではありますが今日は源氏三代にわたって使えながら哀れにも殺されてしまった上沢博恒の生涯についてざっとご紹介をさせていただきましたご視聴ありがとうございましたこの動画をご覧いただいてありがとうございます気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします よろしくお願いしまーす